クリッパートン島の一クリッパートン島事件とは、太平洋のメキシコ沖に浮かぶ絶海の孤島で、無人島であるクリッパートン島の領有権をめぐる紛争を解決した国際仲裁裁判である。無人島の戦線と実行支配が領有権確定の決め手となった。国際法の歓迎の一つである。クリッパートン島を発見した記録の最古のものは1521年である。 1705年にイギリス人のジョン・クリッパートンが上陸し、彼の名が付けられたが、イギリスは領有権を主張しなかった。その後フランス人も発見したが、領有権を主張しなかった。また1836年にスペイン海軍も同等を発見したが、特に実行支配を行わなかった。1858年4月8日にフランスは同等のグアの採掘許可を認め、 同年11月17日にフランス海軍の士官が同等沖でフランスの領有宣言を行ったが国旗などフランスの主権を示すものは置かなかった。この士官はハワイ王国のホノルルにあるフランス領事館とハワイ王国政府に対し領有を宣言したことを報告し、このことは地元英字新聞の1858年12月8日紙面に掲載されたが、 フランスは同等に対する主権的行使を1887年までしなかったが、周辺諸国も同様であった。1897年、フランス海軍の艦艇は同等でグアノを採掘している3人を発見した。この3人はアメリカ合衆国の民間企業に雇用されており、アメリカの正常期を形容していたため、フランス政府はアメリカ合衆国政府に抗議したところ、 1898年1月28日にアメリカ政府はこの企業にグアノサイクスの許可を与えておらず、アメリカは領有権を主張する意思はないと回答した。この回答の直前、米仏の交渉の最中にイギリスが同党を獲得しようとしているとの誤報を信じたメキシコは軍艦を同党に派遣し、前述の3人を見つけ出し、正常期を下ろさせ、 メキシコ国旗を形容させた。これはメキシコは同海域を自国に帰属するものと考えていたためである。なおメキシコはスペインから独立している。この行為に対しフランスはメキシコ2898年1月8日にクリパートン島はフランス領であると抗議した。両国政府は国際紛争解決のため第三国のイタリア国王、 ビットーリオエマヌエーレ3世を単独仲裁人とする仲裁裁判に付託する条約を調印し1911年5月9日に発行された。イタリア国王による判決は1931年1月28日に下されたが、その趣旨は1858年11月17日からフランスに帰属するというものでフランス少訴の判決であった。 メキシコは、クリッパートン島はスペインが発見したパシシオン島、もしくはメダスの島と同一であり、ローマ法王アレクサンデル6世の直所により、スペインに帰属した後1836年以降は、メキシコが継承したと主張していた。この主張に対し判決は、このスペイン人が発見した島と同一であるとする、証明はないとして、仮に同一であっても、 スペインは編入する権利を持つだけでなく、その権利を実行的に行使したことを証明する必要があるとした上、メキシコが提出した証拠の地図は公的に制作されたものとは確認できないとして退りけた。また、メキシコが同等に対する自国主権の行使は1897年であり、歴史的権利をメキシコが有していたと証明できない。一方、 フランスは1858年に領有する意思を明確に示しており、たとえ主権の表示を残さず離党しても、布告、通告、交付、新聞による公表で領有は成立している。よってフランスは先住民が存在しない無主地を宣戦したものであり、占有の実行が完成している。また、フランスが主権的行使をしなかったため同等の権利を遺棄し、 失ったというメキシコの主張については権利を放棄する意思を持っていないため認定できないとした。また、欧州列強による領有宣言を列強諸国に通達することを義務付けた1885年のベルリン議定書35条違反であり、同等の領有は無効というメキシコの主張については、領有宣言が同議定書締結以前である上、同議定書は アフリカ大陸対象であり、メキシコは否定決国でありこの義務を考慮する必要はないとした。以上のことから、無人島の領有権を取得できる戦線が成立する条件として、発見だけでなく、領有意志の有効な表示と実効的占有が必要であり、島を最初に発見したスペイン及びメキシコではなく、領有意志を最初に表明したフランスにあるとした。 ありがとうございます。